東京立川にある国立国語研究所。創立70年、日本語に関わるさまざまな研究成果を残してきた。日本語研究の状態をこう過去70年のものを理解するためにもう少し遡って、明治維新まで行く必要があると思うんですけれども。明治維新になった時に国がまずしなくちゃいけなかったことっていうのは、強い中央集権の国を作る、国をまとめるってことだったと思うんですね。それで言葉の面ではそれを標準語、共通語と入れるものを作って、それを普及させていく、これが急務だったと思うんです。で、例えばこれは日本の地図をヨーロッパに持っていったものなんですが、日本というのは非常に長い国なんですね。ヨーロッパでいきますと、ここに10ぐらいの国があって、10ぐらいの言語があるわけです。ですから日本語の方言っていうのは実際はもう異なる言語だと考えてもいいぐらい違うものがあったわけで、それを何とかして明治政府っていうのは一つにお互いに通じ合う日本語にしたいという、そういう、方針があったと思うんです。で、それは、ある意味で大いに、成功して、その反面方言が追いやられてしまったと。日本のその財産でもあった日本語の多様性が失われていったというところがあると思うんです。それは私の小さい時に標準語教育っていうのがありましたし、私は鹿児島県の出身ですけれども、もう小学校の時に方言しゃべると先生に叱られる、方言札っていうのをこういうふうにかけられ、首にかけるっていうこともありました。そういうふうなことでほとんどの地方の人たちの心の中には方言っていうのは劣っているもんだと、汚いもんだっていう、そういう意識がもう植え付けられているわけですね。言ってみれば方言に対する、自分たちの日常語に対するプライドがもうなくなってしまった状態だと思うんですね。私たちのこの国語圏のミッションとも共通するところがあるんですけれども、一つはまだ方言がなくなってきているといってもまだ残っているところがあります。その残っているところをしっかり記録して分析して、そして保存するというのが大きな仕事だろうと思うんですね。